こんにちは、すみです。今回はファミキャンをする人には特に見ていただきたい動画になるんですが、キッチンテーブルのレビューになります。キャンプでのリビングスペースをスッキリと、限られたスペースを有効に使いたいと思っている人は最後まで見ていてください。僕が使っているのはコールマンのものなんですが、めちゃくちゃおすすめです。今回はこのキッチンテーブルのおすすめなところを3つ紹介していきますので、今のうちにチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではこのキッチンテーブルのおすすめなところですが、1つ目、料理がしやすい。ロースタイルでキャンプをしている人はかなり多いと思うんですが、タープの高さにもよりますが、低いテーブルで料理をするよりもこのキッチンテーブルを使って立って料理をした方が楽です。小さいお子さんがいるうちは子供の手が届きにくいところで作業ができるっていうのもいいところですね。2つ目、組み立てが楽。正直パーツは少し多いと感じるかもしれませんが、女性でも慣れれば簡単に組み立てられますので、思っているほど面倒ではないと思います。僕の場合ですとキッチンテーブルはファミキャンでしか使ってないんですが、実際うちのファミキャンではうちの奥さんが組み立ててます。ただ収納サイズはコンパクトなんですが、少し長めなので車に積み込む時には少し考える必要があるかもしれません。3つ目、機能的。キッチンテーブルの下にラックや荷物を置けるスペースがありますので、かなり使い勝手がいいです。うちは荷物を結構適当に置いてしまうんですが、工夫次第ではおしゃれに使えると思います。値段は少し高めなんですが、ランタンハンガーやツールハンガーも付いてますので、コスパはいいと思います。このキッチンテーブルの詳細については動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。以上になりますが、このチャンネルでは短い時間で役に立つ情報をお届けしますので、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。